本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は、公訳新約聖書八十三ページです。ルカによる福音書第一章三十七節から三十八節。今晩はこの箇所を通して高木博紀先生が言葉が実体化すると題しましてメッセージをいただきます。それでは聖書を読みいたします。新約聖書八十三ページルカによる福音書第一章三十七節から三十八節。神には 何でもできないことはありません。そこでマリアが言った。私は主の橋ためです。お言葉通りこの身になりますように。そして御使いは彼女から離れていった。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、主の仲間の祈祷会、主の御名によって、お一人一人を主がこのところに招き、そして、 インターネットを通し YouTube でご一緒に非公開をさげておられるお一人お一人のうちにまた DVD を通して CD テープを通してご一緒にこの祈りの夕べを守られるお一人お一人のうちに主が伴ってくださっていることを感謝します。どううぞお一人お一一人人のののちにとってて主御在の中で御言葉が語られ、そして 未満に捧げる祈りを通して、主ご自身がお一人お一人の祈りを受け止めてくださり、その祈りに応えてくださる番であることを信じます。はじめから終わりまで主の御臨在の中で豊かに満ち溢れ、賛美の霊が豊かに注がれ、お一人お一人の心に神の愛が豊かに溢れ出ることを信じます。病に伏している方、来たくても来れない状況の中にある方々の上に一喜主の癒やしと回復と 解放と恵みがありますことを信じますすべてを最善にしてくださる主が共におられることを信じイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアメン皆さんこんばんはようこそお越しくださいました、えー、日本人はですね家内安全無病息災商売繁盛、まあこれがですね日本人の宗教観と言ったらいいでしょうかまあキリスト教はですね家内 安全無病息災商売繁盛大いに祝されてですねそれ以上の祝福がね満ち溢れているというわけでございますがしかしその人間のの本質的な欲望というのがあるわけですしかしその欲望を満たすだけではそれで終わってしまいますがその欲望の先にあるものそれは何かというとですね最終的には人は何を求めるかご利益を求めると。 キリスト教はですねもうご利益に満ち溢れてますよ今日もですね駐車場がありますよね中村パン屋さんのところにそこに若いですねギャルが5人いました5人こういうポーズとかですねこういうポーズをしながらですね写メを撮ってましたよインスタ映えするここインスタ映えするみたいなですね声は出してませんでしたけど私は言語化したところですよすごい そしてきっとね、すぐねインスタグラムに載せてですね、工場教会の前で写真を撮ったんだみたいなですね、いうふうにきっとね皆さんされるんじゃないかというふうにこういうポーズでしたがね、よく見てましたけども、そういうことでですね撮っておりました。まさに教会は神様におけるパワースポットですよ。パワーに満ち溢れている、聖霊の五霊在に満ち溢れた場所であるということをですね思うときに、まさに。 人々は、まあ、欲望で満たしたとしてもそれは一時的でしょうし満たしきれないものがあるその先にあるものそれはまさに魂の上渇きの癒しでであるとということです満たし心のその魂に満たしがなければ喜びが湧き上がってこない、まあ、これを本物の宗教というのは満たされてその満たしの結果として行為が生まれてくるというわけですね。 ですからますます祝福されてくるわけです自分がするんじゃなくて神様がしてくださるところの宮座がお一人お一人の人生に起きるとこれぞ福音というわけですグッドニュースこのルカによる福音書の最初にですねこう書いてあるんですね第一章私たちの間に成就された出来事を最初から親しく見た人々であって御言葉に仕えた人々が伝えた通りの物語に書き連ねようと多くの人が手がけました ヘオピロ閣下よ私も全てのことの初めから詳しく調べていますのでここにそれを順序正しく書き綴って閣下に剣じることにしましたすでにお,かお聞きになっていることが確実であることをこれによって十分知っていただきたいためであるありますって書いてありますまさにこのイエス・キリストの福音これがいかに確かなものであるのかそれを記しているのはこのルカによる福音書なんですね この「ルカによる福音書」を通して今日は特に一章30先ほどお読みいただきました7節から8節この歌詞を通して言葉が実体化するということをご一緒に分かち合ってまいりたいと思います。まず第一のポイントは言「言葉を心に留める」ということです。「言葉を心に留める」。「ルカによる福音書」の一章の26節から見てみたいと思います。1章の26節 6ヶ月目に光飼いガブリエルが神から遣わされてナザレというガリラヤの町の一所,の一所でのもとに来たこの所状はダビデの家の出であるヨセフという人の言い名付けでなっていて名をマリアと言った光飼いがマリアのところに来て言った恵まれた女よおめでとう主があなたと共におられますこの言葉にマリアはひどく胸騒ぎがして この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていたと書見つかります御使いが来てですね恵まれた女よおめでとうと主があなたと共におられますという言葉をですね言った一体この挨拶は何のことなんだろう恵まれた女よというねそれは受け取れますよねおめでとう何がめでたいのかがちんぷんかんぷんですよね 主があなたと共におられ神様は共におられるけどめでたいってことは何のことがめでたいのかがわからないそのことにひどく胸騒ぎをしたとそしてそのことに対してマリアは「思い巡らしていた」ってありますね。何のことであろうかと思い巡らしていた。神様の言葉を心に留めるこの挨拶の言葉を マリアはしっかりと心に留めて一体これは私に対して何を神様はおっしゃってるのか胸騒ぎがするとありますがこれは考え込むというふうに訳されています考えるとか議論する思い巡らすという意味がね、そこにあるわけですまたこの挨拶のことは何なんだろう胸騒ぎはしてですね思い巡らしたってその言葉が重複するようなことですけども書かれております思い巡らすとは考える 考え込む落ち着いて考える熟慮しながら心に収めるすぐ意味付けすることなくそのまま収めるつい何かあるとそのことに対するこう意味付けをしたくなるということがありますよねしかしそうでなくてそれは一体どういうことかとよく考える熟考すると言ったらいいでしょうか落ち着いて考えるこれやりがいがありますねつい焦って なんだろうなんだろうなんだろうどうしよう考える前に行動してしまうっていうねこれは私のパターンですけども思案する熟考しながら心に納める納めきれないですよね自分に納めきれないとどうなるかって誰か人にこう投げてあげた渡したくなっちゃうってなりますよね持ちきれないってなりますねそうじゃなくてしっかりと心に納めたそのままをマリアは納めたっていうのが思い巡らしたっていうことです。マリアという人物ですね 私たちが思うより若い女性であったと言われるわけです。ユダヤでは当時13歳それは成人を意味してましたですから結婚できる年齢でもあったわけです。まあ、13歳って考えて中学1年か2年ですよね。そんなのにねまあ結婚という、ね、ことを思うだけにまあある意味では年齢的にもっと言えば精神的に 成人をしていたと言っても過言ではないと思いますそのマリアが見つかりの言葉に対してそれをしっかりと心に収めてそしてそれを熟考していたそれを何を熟考していたかって書いてありますよね見つかりが言った挨拶の言葉ですよねその語りかけられた言葉に対する熟考であったつまり私たちも 神様が私たちに語ってくださるその一言一言を日々の皆さんもなさっておられるディボーションを通していやメッセージを通して、まあ、日本どこ探してもですね一つの教会で次々とですねメッセンジャーがメッセージを取り継いでいる教会は他にはないんじゃないかというふうに思います。まあ、日本のキリスト教会ね数多くありますけども YouTube を見ますと毎週ね 三本立てじじゃゃなないいんでですすけどね映画じゃないですよもうメッセージ三本立てみたいですね次々とで素晴らしいメッセージがねもう溢れるように皆さんにお届けできているということはまさにね神の宮以外になないいんじゃないかその聞いたことを聞き流すんじゃなくてしっかりとその聞いた一言一言を心にこう思い巡らす心に収めていく何度も反芻してそれを自分自身の心にしっかりと刻み込んでいく。 ルカによる福音書の2章の19節というところを開いてみますとこう書いてあるんですねページの86ページになりますかね2章の19節しかしマリアはこれらのことをことごとく心に留め思い巡らしていた」これらのことイエス・キリストの誕生について その知らせを聞くばかりじゃなくてそのことをしっかりとですねこの羊飼いたちが言ったことに対してことごとく心に留めて思い巡らしていたつまり一言一言が吟味しながらそれを熟考しながら心に留めていたまた同じく「ルカによる福音書」の2章の51節 イエス様が成長してですね、ご両親と神殿に行った時のときねことでありますけれども、それからイエスは両親と一緒にナザレに下っていき、彼らにお使いになった。母はこれらのことをみな心に留めていたって書いてあります。みな心に留めていた。刻み込む、収めておく、注意深く扱う、慎むという意味がそこにありますが、マリアという方はそういう方であった。 絶えずその出来事でありその言葉でありそれをしっかりと心に留めていた、まあ、マリアの人となり非常に思慮深く素直な女性であったんではないかと自分でよくわからないことに対して先ほど申し上げました意味付けをねするようなことをせずそのまま心に納めていくその言葉をしっかりと心に留めて納めていったというわけです。 私たちもリボーションでありさっき申し上げました御言葉を聞く聞いたときにそれをしっかりと心に留めて収めてそれを反芻しながらこの言葉は一体私に何を言っておられるのかということを繰り返し繰り返し反芻していく心に刻み込んでいくそれが自分自身の生活の中で実体化していくということなんですよ。 プロゴルファーの石川亮という選、ね、手がおりますよねあの方がかつてスピードラーニングというテレビの CM に、ね、出てました英語教材ですよ繰り,返し繰り返し英語の,、ね、そのレッスンをしていく、まあ、そういう CD あるんですけどもそれを一日何度も何度も繰り返すことであなたも英会話が身につく聞くだけですよ聞くだけで身につきますよという、ね、そういうフレーズだったと思います 一一回回だだだけけけ聞聞いいいて忘忘れれないこともありまますすねねししか大方よただけではですから繰り返し繰り返し聞き続け,聞き続けることでいつしかそれがこう覚える覚えるばかりでなくてそれが自分の血肉になる血肉になるばかりでなくてそれが行動化して気がつくとそういうふうに自分ができている北条教会に来てですねよく言うんですよ気がついたらね優しい言葉を言っていた。 気がついたら相手に対してですね素晴らしい言うはずじゃなかった何か言っちゃったみたいなですねそういう現象がですねいろんなところで現れているまさに神の見業が現れるってそういうことですよ。神の栄光がそこに現れるっていうのは表してくださっているさまざまなところですね。礼拝のメッセージにしてもそうでしょう祈祷会のメッセージにしてもそうでしょう争天祈祷会のメッセージにしてもそうでしょう。 そして日々行われるリボーションにしても繰り返し繰り返し見言葉を聞き続けるまさに今日のこの「御言葉は今この状況のこの私に対して一体何を神様が語っておられるのかを思い巡らすばかりでなくてそれをしっかりと心にとどめていくあのメッセージをですね CDR というね CD に焼き付け CDR とやる CD があるんですねそれは一回しか焼き付けられないんですよまさに私たちの心に神様は CDR 書き換えができないもう一回焼いたら終わりそういう御言葉を私たちにしっかりとね焼き付けてくださってる記録したものを心に落とし込んでそれが心に焼き付けられていくそのためには聞くんですよとにかく聞くね その聞くだけで、何を言ってるかということを思い巡らしながら聞く。聖書を開きましょう。二百四十六ページ、ローマ人への手紙の十章の十七節です。聖書の二百四十六ページになります。十章の。十七節、ローマ人への手紙です。それでお読みします。ローマ人への手紙の十章の十七節。 したがって信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである。信仰は聞くこと、そして聞くことはキリストの言葉からあります。まさにこの御言葉を私たちが聞き続けていく。そして心に留め続けていく。第2のポイントは、言葉が与える影響力ということです。言葉が与える影響力。先ほど読みいただきました聖書を。 ルカによる福音書ですけれども、もう一度、三十七節、三十八節を読みしたいと思います。ルカによる福音書の一章の三十七節から三十八節。神には何でもできないことはありません。そこで、マリアが言った。私は主のはしめです。お言葉通り、好みになりますように、そして、御使いは彼女から離れていった。 神様の言葉それは自分自身に対する非常識であるかもしれません非常識というのは常識を超えたって意味ですよ常識的には考えられないことが御言葉を通して語られていくそして神様の言葉には不可能はないことを信じそれを受け入れていくということです神様の言葉には不可能はないんだとそれを受け入れていくそうすることでですね 信仰が劇的に飛躍していくばかりでなくて私たち一人一人の自分の力ではなく神の力がいや神の御業が私たちを通して神様を表したいというふうに願っておられるそれが成就していくということです何に影響を受けるのか、まあ、表情態度っていう影響もありますねしかし言葉による影響っていうのも大きな影響です 赤ちゃんが最初に大体しゃべる言葉は「ママ」ですよ「ママ」ねまあ母ちゃんっていう人もいるでしょお母さんっていう人もいるでしょだけど単語ですれば双子児ですよ「ママ」パパじゃないですよね「ママ」ですよ母親の影響ってありますねいる時間も長い、ね、一,一心同体っていうのもあるかもしれません、まあ、そういう面での影響をね多分にも受けていたということは言葉による影響 まさに私たちの人生も何によって影響を受けるのかこのイエス・キリストの福音の言葉神の言葉における影響です言葉それはロゴスとレーマといいますロゴスまさにキリストの語られた言葉そしてレーマというのはあなたに直接神様が語られるところの言葉ですよ。聖書の言葉数多くありますしかし今日あなたに語られた言葉がレーマとしてあなたの心に魂に 焼き付く言葉になるということです御言葉には力があります御言葉が私たちのうちにとどまるならそれが結実していくということです今年のテーマは身を豊かに結ぶというのは今年のテーマでしたねそれが身を結ぶ何によって御言葉によって身を結ぶということです自分の努力と頑張りによって身を結ぶんじゃないんですよ御言葉があなたのうちにとどまることによってそれがしっかりと身になっていく いうわけですヨハネによる福音書一章を開いてみましょうヨハネによる福音書の第一章です一節から三節まで見てまいりたいと思います百三十五ページになりますね新約聖書ヨハネによる福音書の第一章はじめに言葉があった言葉は神とともにあった言葉は神であったこの言葉ははじめに神とともにあった すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つ,一つとしてこれによらないものはなかった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。すべてはこれによってできたってあります。まさに言葉というのがすべてのものの始まりでもあったというわけです。そしてその言葉が14節を見ますと。 言葉は肉体となり私たちのうちに宿ったそしてその栄光を見たそれは父の独り子としての栄光であって恵みとことに満ちていたと重要説にありますねまさに言葉が肉体化するそして私たちのうちにその言葉が宿る言葉を宿すんですよまさにマリアは精霊によってイエス・キリストを宿しました命を。 まさに言葉は命そのものですから私たちに影響を与え続けるあの明治大学のですね教授の斉藤隆という諸富先生と大変ね親しくしている先生だということをね伺いました時よりこう廊下でねすれ違うそうですけどねその先生が声を出して読みたい日本語っていう本を出しましたその中で音読で良い言葉であり 物語に触れたりすることが読解力の土台となる言語能力がアップするつまり音読で良い言葉を読む音読することで記憶に残るというんですねまさにこの世界のベストセラーですよこの聖書。聖書を皆さんも ねまあ、今は声を出して、ね、読むことはここではできませんけども心の中で読んでいただきました普段はは、ね、声を出して読まれる方も、ね、いらっしゃいますし皆さんで「じゃあご一緒にお読みしましょう」っていうふうに、ね、言ってお読みしますけども読読むむとままさに声を出しして読むんですすすよよそそうするとそれが影響しますよ、ね、脳に、うん、それだけでなくて私たちの心にいや私たちのさらに人生に影響を与えていく言葉になるということです。 聖書を読むことで御言葉が心の指針となっていくそして日々の生活が神の言葉に導かれて私たちの人生日々変わることのない神の平安とそして恵みで満たされていくということです人はパンの実によって生きるにあらずとあります何によって生きる神の 神のの口から出るる一一つ一つの言葉によって生きるんだとまさに神の言葉を私たちが糧としてそしてその神の言葉に影響されまくって影響し続けていく神の言葉に触れ続けていくということこれが私たちにとって大切なことであるということですその結果どうなる結果として語る言葉が変わるそして行動が変えられていくどのように神の証人に変わっていくということですよ 証証証ををすすするるたためじゃゃなくて、証ががされちゃうんんででよ。よ。気がついたら証をし別に語らずしてもあなたのようになりたいあなたのように生きたいよく私もねあなたのようにだけは生きたくないってね言われることもありますよ、ね、そうなっちゃうと牧師になるからってね言われるんですけどねたまに言いますよあなたのようになりたいどうしたらな,なれますかって一言言います。洗礼を受けることです。 洗礼を受けることです「え洗礼を受けたらなるんですかなりますですよ」って言いますよ。ね洗礼を受けて全ての問題がなくなるんじゃないんだと。問題はあるんだと。日々。ね生きている限り問題はもうある。しかしその問題が問題じゃなくてその問題を受け止めていく力をね神様あなたに与えてくださるんだと。私がするんじゃない。神様の力でそれをさせていただくんだと。ですからもちろん解決する問題もあるでしょう。 解決しないこともあるしかしそれは自分が全部請け負っていくとなるとどうなるかというと潰れますよねパンクしますよねもうどうにもならなくなる自暴自棄になりますよねしかし神様がしてくださる、ね、大変じゃないですかいろんな人の話聞いていろんな人から責められることないですかありますですよってねどうするんですかそういう時はねストレス回収業みたいなもんですからどうするんですか どうするもこうすするるももこありませんと私は手に負えませんから私が手にするんじゃなくて神様にお預けするんですと、ね、私は一時預かりみたいなありますねコインロッカーじゃないですけどね一時預かり所みたいな預かったものをよろしくお願いしますねこの分を今日のうちに処理しとかないと明日まで持ち越せませんから持ち込んだらね起きられませんからそうなりますねたまに起きられない時ありますよ、ね、あ持ち込みすぎたなこれはと私損なったでね いうこと感じますねまさに信仰が強められ御言葉は私たちの心を養う霊的な食物であるというわけです詩篇を開きましょう詩篇の第1編750ページになりますね聖書のちょうど真ん中辺ぐらいのところですね詩篇の第1編 お読みします。紙幣の第一編「悪しきもののはりごとにあいまず罪人の道に立たずあざけるものの座に座らぬ人は幸いである」「このような人は主の起てを喜び昼も夜もその起てを思う」「このような人は流れのほとりに植えられた木のごとく時が来ると実を結びその葉もしぼまないようにその成すところは皆栄える」まさに。 キリストのの投げるそのほとりに植えられた木、まさに私たちが御言葉を通して得た恵みを十分に味わっていくことを通して何をしても成すことみなさかえるっていうんですから祝福に満ちあふれるっていうんですからそうなった方がねおられますねこの間12月の5日子どもたちのねクリスマス会がありましたまあそれはそれはですねいつもと違うクリスマス会でしたね全員マスクをしい ね、しまして私もクリスマスクってクリスマスククリスマス専用のマスクがね送られてきたもんですからねここぞとこの日するんだっ、えー、しましたですねそしてですねそのね人形劇があったりですね、えー、子供たちのダンスまたバレエダンサーによるダンス、ね、清志子のようダンスバージョンみたいなですねそしてもう牧師とは思えないスペシャルマジックショーねだんだんマジッシャンに見えてきたなんてねあの司会の方がですね トニーさんが言ってましたよ、ね、子供から大人で多くの方がですねご奉仕をねくださいましたそしてイエス様のご交代をご一緒にお祝いすることができました多くの皆様からもですね尊いね捧げ物がたくさんございましたそして尊い献金もですねたくさんいろんな方がですね捧げてくださいましたそのある一人のですね仙台の方なんですけども名前はね言いませんけど言いますよ三浦さんっていう方なんですけどね そのご一家、本当に神様によく仕えられるご一家でですねご主人は雅彦さん奥さんは光恵さんそして、ね、息子さんは大学っていうんですけどねその子供たちに何か必要なことがありませんかって聞いてきたんですよ私じゃないですよ岩瀬さんに電話が来た脇にちょうど行って何か聞こえたんですよその声が「何か必要ないですか?」ってえ「ないです」なんて岩瀬さんがちょっと言いそうな感じになったんですよ、ね、それで私横から声を上げて「マスクマスク」 子供用のマスクが必要でないだろうかっていうふうにと岩瀬さんがね小さい声で遠慮がちに言ったのをなんか聞いたのかもしれないけどそれをちょっと拡大してですねあのマイクの代わりに言ったんです私がそしてすぐその場で電話が切り終わってねドラッグストアに行ったそうなんですよ仙台のそしたらねマスクは売ってなかったあ,あそうかってですね帰ってきたそうです売り切れでね何軒も回ったそうです そうしたときにそういえば牧師が何度も何度も繰り返して言ってたことがあるなということを思い出したそうですそれは、ね、請求書じゃないんだと領収書の祈りが必要なんだそう言ってるのを思い出したそうですで今度は祈っていったそうですよねどうぞ子どもたちにマスクが必要ですしかし現実には売り切れてありません全知全能なる神様あなたはすでに30枚入りの マスク二箱備えてくださっていることを信じて感謝しますって祈ったってんですね領収書の祈りをそしたらですねドラッグストアさっきのさ最初に行ったドラッグストアなかったはずのマスクが三十枚入り二箱出てきたって言うんですよ領収書の祈りをしたらね即答えられたとそういうんですねまさに 神様の御業がそこにね、現れたことを本当に思わされることをね、伺って。神様のなさることは素晴らしいなっていうことをね、思わされたわけであります。三つ目のポイントは。救いの計画の実現ということです。救いの計画の実現。神には何でもできないことはないんだと。そして。マリアが言った言葉は主の発しためです。この。 お言葉通りり好みにに。なりますようにリビングバイブルでは「私は主の召使いにすぎません」「何もかも主の追いつけどおりいたします」「どうぞ今言われた通りになりますように」そういうふうに訳されています「今言われた通りになりますように」「ギリシャ語ではなる」って言葉が最初に来てるんですよ「なるように」「私に」って来てるんですね順番が。 そして言葉が出きてるんですね。なる最初になるってきてるんですよ。もう必ずなってる、ね。っていうことの前提で書いてあります。ある方がですね礼拝に初めて来ました。でこう言うんですよ。いやー今日はいい話だった。あ牧師さんの話いい話だった。そう言うんですね。で礼拝後に その方がです、ね、こう言うんですすねこううん自分は神を信じるにふさわしくない人間だ自分のようにまともでない人間は教会に来る資格も洗礼を受ける資格もないそう思うってどうしますねそう言われたら皆さんだったらその通りなんてね言わないでしょいやそんなことないですよそんなことありませんよ、ね、ふさわしい方ですからってね言うんでしょうかね。 ある方それか関わった方が言ったのはところであなたはいつまともになるんでしょうか切り返したって言うんですよまともじゃないって言うんですねいつまともになるんでしょうかってそしたらしばらくその方が考えて私は一生かかってもなれそうにはありませんって言ったって言うんですねその後にそういう人こそが教会に来る資格があり 洗礼を受ける資格があります神様を信じるにふさわしい方ですって言ったんですねそれからずっと来るようになったって言うんですよ。ね、その時が来るんでしょうねきっと洗礼を受けるその時を神様は必ず備えてくださってそう確信をしていますその綾子さんっていう方が本を書きました私を変えた聖書の言葉という本ですそこにこうあります 信仰があるかないかは、その人が立派な人間かどうかではなく。その人の骨の髄まで。いい加減な人間と思えるかどうかにかかっているって。大丈夫ですか皆さん資格ありますか?。うん、いや、私はね、大丈夫だなってね、私は思いますよ。相当いい加減ですから。うん、骨の髄まで来てるかどうか。うん、あの肩はそういうことありました。骨の髄までね。 ばい菌が入ったんですよ。骨髄炎一歩手前、うん、ここに金具入れた時にねそしてもう死ぬほどの痛さをまたそこで感じたんですけどねその骨の髄までっていうのはもう全身ってことでしょうまねそこまで本当にいい加減だっていうふうに思えるっていうことが信仰があるかないか立派かどうかなそれが問題じゃないんだと。 まさにその人こそが神を信じるにふさわしい人間であるということまあ、言わんとしているわけですけどねまさに私たち一人一人変わることのない神の言葉が全身にそれが染み渡るばかりで骨の髄までここに書いてありますいい加減だと思えるそう思えるかどうかっていうことですね一箇所聖書の言葉を開きますコリント人への第一の手紙の 一章の十八節です。二百五十七ページになります。一章の十八節。コリント人への第一の手紙の第一章十八節です。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには。神の力である。十字架の言葉は。 滅びゆくにには愚かかであるが、救いに預かる私たちには神の力でああるとあります。まさにこの十字架の言葉キリストがあの十字架で私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださいましたその十字架で犠牲を払って伝えたいその言葉が私たちにとっては神の力であるまさに力となっていくものであるということですその言葉をしっかりと私たちが受け、 そして私たちがまさにイエス・キリストが十字架で死んで3日目によみがえりました私たちも何によってよみがえるイエス・キリストのその十字架まさにそれは私たちを復活に導くための十字架であるということです十字架の言葉こそが私たちを復活に導き私たちを救いへと導く言葉であるということですマリアが言いましたお言葉通り にになりますようにある方がですね脳腫瘍と診断されました私は自分の罪の身代わりとなったイエス・キリストが十字架にかかって3日目によみがえった復活のイエス・キリストによって私は救われた神様から与えられたこの人生をもう神様におささげしたい。そしてですね毎週 木金土と日とですねご奉仕に来てくださる一人の姉妹がおられましてこういうんですね「いつ召されても本物なんだ」と「なぜ神様が私に与えてくださった命だから、ね、その命がいつね終わったとしてもいいと」とそういうんですねですけども与えられている命を何のために使いたい神様のためにお仕えしたいそういうんですねその彼女がこう言ったんですよ。月曜日に定期検診行かれたそうです そして病院に行きまして診察が終わった時に脳腫瘍ですから腫瘍があったはずのものがないって言うんですよねドクターもびっくりしたそうです亡くなってたねえどうなっちゃったんだって思ったそうです彼女は感謝をささげたそうです「晴れるヤシを感謝します」「神様が脳腫瘍を完全に癒してくださった」「あなたには何でもできないことはないんだ」と。 さらに私は神様にお仕えするためにこの命を使わせていただきますマリアは言いました私は主の端溜めですお言葉通りこの身になりますよお祈りしますどうぞお一人お一人しばらく主の御前で応答の祈りを主に捧げてまいりましょう